ていう2種類があるんですけど、今日はとりあえずそのうちの不定冠詞。 This is a pen. This is a pen. ペンの前にあっていうのをつけなければいけませんでしたよね。この名詞ペンの前についてる一つのっていう意味のあ、このあ、これが冠詞になります。数字の1と同じ un、複数形は uns、 uns。 これがまず男性形の不定冠詞、単数は un、 複数は uns、ね、スペルに注意してください。女性形の単数は uma、 複数形は umas、 umas。 どうやって使い分けるかっていうと、文章を作るときに名詞、やっぱり名詞の数と性に一致するんです。ですから名詞がもし男性形の単数だったら、例えばカーホ、車のことをカーホって言います。ある車、一台の車だったら運カーホ、運カーホに対して、もしこの車のカーホが複数形になってカーホシュ、 S がついてカーホシュになると、その前に来る冠詞も複数形になって運スカーホシュ、いくつかの車。不定冠詞なので特定ではないいくつかの車っていうことになります。運カーホ、運スカーホシュ。次は女性形の方、名詞が女性形の場合、例えばペンのことをカネットって言います。カネット、一本のあるペンっていう時はウマカネット、ウマカネット。このカネットに S がついて複数形カネットシュになると、ウマシュカネットシュ、名詞の前に来る冠詞も名詞の数と性に一致させてウマシュカネットシュ、こうなります。じゃあおさらいします。不定冠詞、特定ではない名詞の前につけます。まず男性形の単数は運、運、ある何々、ね、ある車、ある男の子、特定ではないものを指すときに使います。その特定ではないものが複数になると運、ね、例えば運スカーホシュ、運カーホ、運スカーホシュ。それから女性形の方、カネット、ペン、あるペン、ある一本のペン、ウマカネット、カネッタが女性形なので冠詞も女性形のウマを使います。あるいくつかのペンになるとカネッタ複数形になりますね。そうすると冠詞もそれに一致させてウマシュカネッタシュ、こうなります。いいですか、ちょっとややこしいですが、次回は定冠詞の方を勉強します。じゃあまた次回まで、チャオチャオ。